はい、午前2時を回りました。皆さんこんばんは、 J です。こんばんは、中村孝子です。ベンヘンモザイクナイトフライデー J エディションロックライン、今夜もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。前回はタワーレコード新宿店で行われた公開録音の模様をお届けしたので、はい、スタジオからは2ヶ月ぶりに、2ヶ月ぶりですね。ねえ、戻ってきた感がありますね。戻ってきた感ありますねいっぱい感想来てるんですけれども、はい、マヨさんですね。いつもは耳から聞いている J さんと姉さんの会話が目の前で繰り広げられていることがすごく新鮮で楽しかったです、はい、って書いてあるんですね。いつもはラジオ越しの笑いもみんなで一緒に共有できてとても嬉しかったです。楽しい時間をありがとうございました。ありがとうございました。いただきましたね。それからいちごさんですね。やさねさんこんばんは。こんばんは。公開収録楽しすぎて幸せすぎてすぐ終わっちゃったけど、 J さんはいちいちかっこよくて時折可愛くて急に面白くて最高でした。いつもの儀式も一発で揃ってアドレスですね一発で J さんがね、一発でリハするなって言って、リハするなってで自分次読むとこ探してましたあのまんま乗りましたからね放送リスナーと J さん姉さんの絆を強く感じました。いつでも我々は J さんの一声で集結しますのでまたやってくださいね。嬉しいですね。いただきました。公開録音、ね、いかがですか。いや本当盛り上がりましたね。ねえ、なんかこういつもこうやってマイクを通してこうみんなに語りかけていることをこうやって目の前に多くのねみんながいてくれて、そしてまたこう同じ時間を共有できるというのはなんか不思議なことでもあるし、とてもなんかうん、あの自分たちがやりたい形というか、はい、のなんか一つというか、はい、そういう風にも感じられたので、うん、ものすごいエネルギーもらいました、はい、やっぱりテンションも上がります ね、 ね、話しかけると ね、 ね、皆さんがうなずいていただいたり笑っていただいたりすると、ね、ありがたいですよね。あとあのアルバムの話を直接 J さんの口から聞けたのは嬉しかったっていうのもたくさんいただきました。それからツアーの方なんですけれども、はい、エタニティさんですね。 J さんツアーファイナルお疲れ様でした。ありがとうございます。先月の11日12日赤坂のライブ参加しました。今年もみんなで飛び散るケーキと一緒に J さんのお誕生日をお祝いできたこと本当に嬉しかったです。まだまだこのツアーの中にいたい、そんな風に思える時間でした、ね、それから嬉しいですね。 J さんはパイロマニアの演奏中のフロアの景色を見た時ふと、ああこれが今日まで刻まれてきた歴史の証明なんだとすっと心に入ってくる瞬間がありました、うん、素敵なライブを素敵な景色をありがとうございました。ありがとうございました、ね、本当にねなんか毎年毎年、まあ、自分のねこう誕生日をこう、はい、あんだけたくさんの皆さんにこう、うん、祝ってもらえるなんていうの本当に幸せなことだなと思います、うん、なんかこうツアーのずっと回ってきた最後にその日があったので、はい、そうですね、余計なんていうんですか、いろんな思いが、ね、こう自分に刻まれていくというか、うん、こうここが、まあ、ファイナルなんですけど、まあ、ここが本当のスタートだと、うん、そういう意味ではなんかこう一つこうグッと気持ちが引き締まった日でもあるかななんては思ってるんですけど、本当ありがとうございました。ツアーがね一応終わってその次だから、そうですね、もうその次に走り出してる感じも ね、 そうですね、あるということで、きっとあのファンの皆さんにとってはいつも参加してたり、逆にいつもは参加できないけど、うん、あの写真をね、うん、OK してもらって、はい、やっとここに来れたとか、いろんな意味の歴史が感じられたんじゃないかななんて思います。さて今夜の J ゼディションも素敵なゲストをお迎えするのはもちろんですけれども、はい、あの新曲もちょこっと早くお届けできるんじゃないかな、あの新曲もお届けできるんじゃないかなと思っております、はい、そんなお話も後ほど詳しくお伺いしていきます。ということで今日の J ゼーションのゲストは9月4日にニューアルバム OAU をリリースした OAU のとしろうさんをお迎えしてお届けします、うん、もちろんこの番組では随時 J さんに対する熱々いメッセージをお待ちしております。 J さん今日は皆さんいませんがアドレスお願いします、はい、はい、メールガンガンください。メールアドレスはモザイクアットベーヘム .co.jp アルファベット小文字で MOZAIKU です。携帯サイトから送っていただく場合はベイヘムのトップページからモザイクナイトにアクセスしてください、皆さんからのメッセージリクエストガンガンお待ちしております。ガンガンお待ちしております。それでは J さん今夜の1曲目紹介してください。はい、では僕の最新アルバムリミットレスからこの曲を聴いてください。 J で Can't Get Enough。 はい、聴いてもらいましたのは俺 J のニューアルバムリミットレスから Can't Get Enough でした。ベンヘンモザイクナイトフライデー、毎月第2金曜日のレギュラープログラム J デーションロックライン、俺 J と中村孝子をお送りしています。それではお待たせいたしました、はい、素敵なゲストをご紹介しましょう、はい、9月4日にニューアルバム OAU をリリースした OAU からこの方をお迎えしました。自己紹介お願いします。はい、今日は OAU からです。梶秀樹です。どうも
菅鹿尾さんだったのに、まあ、カタカナだから似てっかな、カタカナ5文字だったら誰でもいいかなみたいな。知恵さんの方から改めてご紹介いただけますか。大江優から敏郎来てくれました。ありがとうございます。純ちゃん久しぶり。もう知恵ちゃん大好きで、私会った時も、うん、ちーちゃんよろしくねって、もう大好きだからって言われてたんですけど、久しぶり久しぶりな。そうなんです、前回来ていただいたのが昨年2月、うん、ブラフマンの敏郎さんとして来ていただいたんですけれども、うん、なんとルナフェス直前だったんですね、あの時。あれアウェーだアウェーだっておっしゃって痩せてたでしょあの頃。いや10キロぐらい痩せてたんじゃないかな、あの ルナフェスのストレスで。ストレスで本当に違うところで会った時も、うん、全然畑違うのに大丈夫かな大丈夫かなっておっしゃってて、もうね、でもあれからね、チラチラスレーブの方も俺らのライブに来てくれるようになって、うん、そうなんですか、踏み方が良かったんだねやっぱね。踏みつけていいですかって聞いたんでしょ、嬉しいメンバーの皆さんに。みんなに呼んだよ、みんな大丈夫だって言ってたよ。志村けんさんのように大丈夫だってね。みんなね教育されてるちゃんと、うん、あの時あの不安だったらおいでよって優しいことジェイさんおっしゃってたじゃないですか。あの会場でね、うん、会場でやっぱりねこう、まあ、いろんなほら今までこうそう接点のない、うんうん、こうバンドもたくさんいたと思うし、うん、もっと言えばねなんかこう会場の雰囲気に、ね、こう慣れてもらう、まあうん、いつも通りの、ねうん、敏郎君で、ね、いてもらえるならば、うん、で僕の楽屋にいてください。本当にあれラジオ上の話じゃなくて本当に行ったのね。行くよそんな不安だもんだって。純ちゃん開けて俺だよっつって。どう茶飲んでたんでしょ。お茶飲んでもお茶入れてもらってさ、もうすごい落ち着いたよすごく。あれお茶は入れてないけどね。お茶飲んでただけだよ。急須が見えた。純がお茶入れてって言ってもね、急須はなかったけどね。そこでお茶飲んでたということで。そうそうそう、ルナフェスいかがでしたか、うん、やってみて。そういうねほらオープンマインドで迎えてもらったから、はい、あれからさやっぱ他のまあ言ったらルナフェスに出てるようなバンドとも仲良くなって、うん、あのねディルのカオルと飲み行ったりとか、うんうん、あとほら他のフェスであってもさリンチとかさやっぱムックとか、うん、なんか普通に今までこう俺らのジャンルで遊んでる友達とおーみたいな感じと一緒な感じでこう話したりね、だからすごい広がったなって思う、うん、よかったな。でもライブすごかったもんね。すごかったです ね, ね、もう本当に MC で笑わせて泣かせてグッときて、うん、で演奏でねガッと。でもそういう意味ではそういう本当の意味でのそのクロスオーバーをそのバンドとしてもそのなんかこうシーンとしてもこう一番先頭に立ってそのブラフマンというバンドがこう切り開いている様をねこの瞬間をねこう見れたっていうのは僕らはすごいありがたいなと思ってたんですけどね。純ちゃんがあのバカなマササックスとかマスオとか使っててくれるからよかったんだよ。あんなバカね、おじいさんとか、うん、ほら本当にありがたいもんだよこっちからしたら。本当行きどこあってよかったと思う。そう J バンドの皆さんものすごくみんなよく知ってる方ばかりで、こっち側ね、いわゆるこっち側のね、よくあんな偏差値低いの使うなと思ってね。いいやつばっかだけど、マサさんねいつもちょっと肋骨あった後痛いなってね。どっか怪我してるね。なんか痛いなってね、気のせいかもしれないですけどねおっしゃったりしてますけれども、今回は、はい、ブラフマンとしてではなくてですね、うん、OAU の敏郎さんとして来ていただいたんですけど、うん、OAU 前回も来ていただいたことがあるんですけどね、うん、この番組にすごく前なんですけど、ね、10年前になるんですかね、うん、あらら、あ10年前、うん、すごいですね。ちょうど10年です。だって2009年の11月なんですもん、 JJSU に OAU に来てもそんな前になる、ね、うん、その時お二人の競技感違いましたねきっと今と、ね、その時はボーカルのマーティさんも一緒、うん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 、が来てくれたんでね、うん、でしたね。でその時はオーバーグラウンドアコースティックアンダーグラウンドという DJ 中瀬の名前だったんですけれども、はい、今回からは OAU にされたということで、はい、これどういうところから、うん、中村孝子もう一回言ってもらっていいですか、あのオーバーその、はい、オーバーグラウンドアコースティックアンダーグラウンド、はい、噛んでないな、よかった。危ないけど DJ の寿命はちょっと縮まるでしょ。縮まる縮まる、うん、だからそれをねやめようと思いまして、 OAU に J さんから前の名前何でしたっけ。え、何ですか。縮める前の名前何でしたっけ。オーバーグラウンドアコースティックアンダーグラウンド、おー言えるやん、声もいいよやっぱ。ね、やっぱ毎年アルバム出してる声がいいな。やっぱり12年番組 J さんね、うん、担当されてます。でも長いからっていうところもあるんですか、みんなに
こう愛称で呼んでもらう、はい、もうめんどくさいスペル間違えます自分たちで、うん、なるほど。今回あの6月にリリースされたシングルから改名ということなんですけど、発表もうちょっと前にねされていましたけれども、うん、9月4日に前作フォロー・ザ・ドリームから5年ぶりのニューアルバム、その名も OAU、ね、セルフタイトルってやつですけれども、ね、はい、うん、これをつけられたのはまあね、ね、純ちゃんわかるよね、こういうのセルフタイトルをつけるってことは、うん、自信ない時にはつけないでしょ。そうね、とルナシがルナシ、ジェがジェってつけるような感じ。そうですね、なんかこうやはりそのバンドとしての一つの、うん、なんていうんですか、スタートというか、うん、新しいスタートというか節目というか、うん、を迎えているタイミングなんじゃないですかね。ちょっと聞いてみたいですね、うんうん、どうですか。いやもうその通りでございましたから嬉しいな。それやっぱこうやっぱアーティストとしてそれほら分かり合えるとそういうこともあって、しかもそれがなんか知らないけど本当は1枚目だったらいいのに、うん、後から来るんですよね、うん、その時に、うん、あ、もしかしたら俺こういうことを前にやりたかったけども今やっとできるのかもなっていうみたいな感じの、うん、まあ再スタートとは言わないですけれども、うん、本当その通りでまたもう一回 OAU という名前を付けさせてもらったというか、タイトルが、うん、ちょうどね名前もその OAU になったタイミングでということでセルフタイトル、うん、そうですね、ミュージシャンの皆さんとやっぱりとても意味のあるそうですね、さっきもおっしゃったように自信がないとつけられない、うん、 ね、それだけ自信作を持ってきていただいたということなんですけど、デイさん聞かれていかがだったでしょうか。あのね本当にね今ねあの言ってたこととすごいリンクするんだけど、うん、こうなんかアコースティック、はい、ね、うん、っていうその表現方法で、うん、あの音楽を奏でてるわけでしょ、うん、なんですけど、はい、強いんですよ、うん、でそこにあるのはよりその温度を感じるんですよ、うん、でその温度っていうのがやはりこのアコースティックにすることによってなんて言うんだろう、こう色めき立ってくるっていうか、うん、でその強さっていうのがもうねなんかね僕ねこのバンドとして、うん、そのなんていうんですかね、もう全てをさらけ出してる感じがする、うん、もうそれはすごいね感じたの、うん、もう別にこうなんて言うんだろうな、もう何でも見て何でも聞いて何でも伝えるから、うんうん、でそこにあるなんかこうものを表現するその強さ、うんね、ここにあるその強さっていうか、うん、なんか誰かを何かを演じてるわけではなくて、うん、でなんかここにあでも音楽のあるべき姿ってこういうことなのかなと、うん、でよくねこう思うのがやはりブラフマンをやってるから、はい、そこからの対比っていうのが、うん、やはりすごい180度でしょ、うん、表現方法っていうのがメンバーもね重なってるんですけどね、 そう、そこでのなんかこう全然別物なんだよと思いがちじゃないですか、うん、でもなんかその彼らのミュージシャンシップの中にあるそのなんかこう熱量っていうのがこう行き来してるのが僕はすごい感じるんですよ。わかんないですよ、間違ってるかもしれないですけど、うん、ずっと聞かれてましたけれども、あと2時間ぐらい聞いてたずっと聞いてた悪口だと100倍言うんですけど、うん、褒められるとずっと聞いてたよ、まだ無口になる。気持ちいい、気持ちいい嬉しいわ、その通りでございますよ。もうその通りですか。その通りですよ。でも本当あのなんか嬉しいな、そこを分かってもらって聞いてもらったなんて、うーん、もうずっと感想聞いてたい感じですか。まあね、なんかほら出たばっかっていうのもあるし、あともちろんそういうまあ賛否物事ってあると思うんですけど、うん、そういう中でほらもちろんブラフマンをしか知らない人が今度 OAU 聞いた時にとか、はいはい、そういうなんだろうな、まあ極端なことやってるから、はい、それがやっぱりやっと自分たちでも一個の包括できるようなこう、うん、なんだろうな、こうやっと人間的に年齢も重ねてきて、はい、で今ここにあるので、うん、本当にこれででもそれでもやっぱり疑ってる部分あって、これでいいのかなみたいな、うん、そうすると今みたいなねコメント聞けると嬉しい。嬉しい。じゃあその素晴らしいアルバムの中から一曲聴いていただきたいと思います。敏夫、ね、さんの方から紹介してください。はい、これは、ね、映画の主題歌にさせてもらいます。新聞記者というやつですね。Where Have You Gone。 OAU のアルバム OAU から Where Have You Gone 聴いていただきました。
米編モザイクナイトフライデー、毎月第2金曜日のレギュラープログラム、ジェネレーションロックライン、俺ジェイと中村孝子をお送りしています。そしてゲストには9月4日にニューアルバム OAU をリリースした OAU のボーカル&アコースティックギター敏郎さんをお迎えしております。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さてここからは雑談なんですけれども。雑談してたじゃないですか今までも十分頭から頭からしましたよ。いやさっきはジェイさんのね OAU のアルバムの感想もたっぷりお聞きした。あれはよかったね本当に嬉しいわ。来たかいありました。来たかいあった。これを聞きにねわざわざ来たからね、うん、ランニング一丁半パンでね来ていただきました、ね、昨日も下着みたいなのが来てきちゃったそれでこの時間はジェイジェイション恒例テーマトークに行きたいと思います。毎月リスの皆さんファンの皆さんからテーマでメールを募集してるんですけれども、うん、今月のテーマは恥ずかしい失敗と題して皆さんから募っています。敏郎さん、でも今年の夏に限らずでいいんですけど、この一生でお兄さんが恥ずかしい思い、いくらでもありますよ。いくらでもあるけど、そんなんさずるくない、人からなんかそんな聞くの、そんな恥ずかしいことゲストのさ、ゲストでしょ俺一応、何ゲストからそんな恥ずかしめに合わせるのここはやっぱホストからじゃないのねえ、あのなんだろうな、でも結構ある。ジェイさんいつもかっこいいです。私12年ジェイゼーションやってますけど、かっこ悪いとかほんとずれぐらい見たことない。どうだろう、あでもね、うん、致命的な恥ずかしさを、うん、ちょっと去年かな、うん、ある場所に行ったの、ね、はい、でその、うん、この年になるまでさ俺あんまり電車とか乗ったことない。で切符を買おうと思ったらさどこで買っていいか分かんないんだよすごい、さすがジェイさんだ、すごい本当に、うん、で、あれと思って、どんどん変わってますしね、システム昔とね。でよく考えたらさ、今切符いらないじゃん。そうよ、パスモとかスイカで入れる。そう、俺ずっとさ、あれこれどこまで買えばいいんだろうってずっと見てて、あれちょっと待ってこれ何線とか思って複雑ですしね。そう、関東ね、あれ俺一応行かねえしこれみたいなどこ行くんだろうすごい大きな駅で30分ぐらいうろうろして、そうやっぱやめたと思って。やめた、やめたんですか電車乗るの。やめたと思ってタクシーで帰っちゃったすごい。いやでもさ、それはね、うん、ちょっと反省した。ね、普通に一応社会適応能力ゼロだもんだってそんなの。いや、じゃあその後スイカとかパス持って買ったりはしたんですか。いや持ってるけど。あ、持ってらっしゃる。持ってるけど、はい、後々気づいたのにね、もういらねえじゃんみたいな。何あの切符って行った時でいいんじゃないみたいな練習しよう一緒に練習しよう本当に。敏郎さんはよく電車乗られますか。電車ですよ。乗りますか。ああ、俺のパスモが火を吹けますよ。そんな火を吹く、バンバン火を吹く。火吹いたらあそこ通れないで、バンバン閉まると思いますけどもね、まあ、ホストが身を削って話していただいたので、ゲストから削ったね今ね。ジェイさん珍しいですよ、恥ずかしい話。ざわついてるとお前電車乗れねえのみたいな。切符買えないの。切符買えなかった。そうイメージあったもののみたいな感じあると思うんですけど、敏郎さんの何か恥ずかしい。いや恥ずかしいことしかないけど、うん、もうキンキンで言ったら、うん、キンキンで言ったらあれだね、あのクソ漏らして子供の前、あと細見武史の前でそれをやって二人に解放してもらうっていう。それ酔っ払って飲みすぎて出ちゃって出ちゃってって長男と細見武にあの家に連れて帰ってもらうんだけど完全出ちゃってるから、すごい絵だよねそれね。これまだみーちゃん細見くん分かりますけど、そうこれダメ、失敗じゃない成功、むしろ成功いやまあ敏郎くんのネタ的には成功ジェイさん的にジャッジどうですかね、これはありですかなしですか。いやでもあんまびっくりしないよねもはやそうですよね、うん、それぐらいのとこまで行ってるそ、ね、息まで行ってるね、もう今度出たら呼んでいい。あの細見君の位置がだからじゃあ純ちゃんとあのスギちゃんにこうやってもらうっていうすごいルナシのコンビに、うん、それ話題になるね、なりますね。それ杉戸さん来た時にナタリ乗りましたけど、ナタリ乗りますね
水と油水と油かけそうで持ったんですよ、まあ、前々職来た時に杉蔵さんが、うん、ナタリーにニュース持ったんです。あらら ね, ねいろいろお世話になってるみたいで敏郎君にはね、いろいろつながりがあったそうなのよ。聞いてよ、もうほんとなんかつぶつぶみたいな音楽の上で歌わされてほんともう大変だった。悪気はないんでね。悪気ないのかな。俺いじめだと思うんだよな俺みたいなのにあんな難しい音楽させんの。あ、面白い、うん、もうずっと雑なんですね。ということで皆さんからも熱いメッセージお待ちしております、はい、さんアドレスお願いいたします。はい、メールアドレスはモザイクアットベイヘム .co.jp アルファベット小文字で MOZAIKU です、携帯サイトから送っていただく場合はベイヘムのトップページからモザイクナイトにアクセスしてください、皆さんからのメッセージリクエストガンガンお待ちしております。ガンガンお待ちしております。ベイフェモザイクナイトフライデーゼーゼーションロックライン、この後ミッドナイトパープレイ、お知らせを挟んでも OAU の敏郎さんのインタビューまだまだ続きます。引き続きよろしくお願いいたします。しかしまーす。ベイフェモザイクナイトフライデー、毎月第2金曜日のレギュラープログラム、ゼーゼーションロックライン、俺ジェイと中村拓子をお送りしております。そして今夜のゲストは9月4日にニューアルバム OAU をリリースした OAU のボーカルアコースティックギター敏郎さんです。引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。改めてまたニューアルバム OAU についてお伺いしていきたいと思うんですけれども、はい、期間のこととか J さん気になってらっしゃったようで、ね、もうすごいね僕ねあのクオリティがもう高すぎて、うん、あの最初から聞いてて、はい、こうものすごいピッチの乱れとかないんですよ、うんうん、でこれってなんかやっぱり大変なレコーディングをされてきたのかなというので、うん、結構時間かかったのかなとか思いながらも、もう嫌だね、なんかそういう感じでアルバムを聴いちゃうのがね。いやいやいや、それはね、J さんも時間ね、たっぷりかかってね、やられますしね。どうですか、時間は。アルバムとしてはまあ5年ぶりということなんですか。そうね、ちょこちょこ曲作ってたけど、でももうだいぶ結構前に撮り終わっといて、で、まあちょっと、なんか、オーダー来たものだけこう新しく作るみたいな感じだったんで、うん、そこ自体は大丈夫だったんだけど、うん、まあ今、今後ねやるにあたって、はい、これをこの練習しなきゃいけないので、これからがまた頭痛いっていうかね。特に今回のアルバムはこう CD としてねすごくその音源が成立してる感じがあるので、うん、これをライブで再現されるとなると、今までだったらね、うん、あの間違えても誰も知らないからいいやと思ってたんだけどもう歌詞とかも間違えられないし結構大変だなと思って、なんか思い入れがほらそういう作品に提供するとやっぱり必ずその、うん、そこから思い入れがある方が出ちゃうから、やっぱり、はい、ね、それはやっぱ間違えれないというか、うん、だから仮面ライダーも大変なんじゃない。あ、さすが知ってるし知ってるし、ジェイさん嬉しそうだし、敏郎君が情報知ってて嬉しそうだし、そりゃそうでしょ、一応新しいのチェックするでしょ仮面ライダーはねえ、ちゃんとソロの活動をね、うん、ね、そういう意味ではやっぱりその作品を見た、そう見てたファンの子たちとか、まあそういう音楽は全然その音楽畑じゃない子たちのこう思いも乗せていくから、その作品のね、そういう意味ではその責任感っていうかはやっぱ必要ですよね。その今回の OAU ってアルバム、それから OAU っていうバンドですけど、初めて見る方聞く方とかも含めどんな風に聞いてほしいなみたいなのありますか。いや、何も考えなくていいし、何も考えなくていいように作ってあるんで、っていうのは例えば歌詞も難しい言葉とか全然使ってなくて、言ったら子供でも分かるようにひらがな的な言葉が多いので、はい、なんかそれでいろんな人がこういろんなイメージで持ってもらえればよりいいかなと思ってて、うん、むしろそういう風に作ってるんで、じゃあもう初めての方もボーンと飛び込んで聞いていただけたらと思います、うん、そしてライブのお知らせです。ニューアコースティックキャンプ2019、もう10周年なんですね。おめでとうございます。主催のイベントですけど、はい、笑う、歌う、食べる、寝転がる、テンスアニバーサリー、マジカルキャンピング、エバーラスティング、 NEC、読み方合ってますでしょうか。間違ってないでしょうか。合ってますよ。さすがですね。もう戦前からやってらっしゃるからやっぱ。そうなんです。ええ。J さん守ってください。姉さんを姉さんを守ってください。いこの鬼から。いや、どこで乗ってって言うか分かんなかった。この鬼から守ってください。日付変わって今日ですね。9月10日土曜日と15日の日曜日2日間、群馬県の水上高原リゾートであるということなんですけれども、うん、え、このやっぱり
フェスをやっててこのアルバムって繋がってる部分もあったりはするんですか？自分たちの見えてる風景がこのニューアコースティックキャンプっていう主催の、あのキャンプフェスなんですけども、それで見てる光景があって、うん、まあ、そこはちょっと他のフェスと違って結構自由度が高いし、家族連れがむちゃむちゃ多いんで、やっぱりその自分たちの見えてる風景っていうのはやっぱり自分たちのどんどん心の原風景になっていくので、やっぱそれは影響されてると思います、すごく。なるほど、うん、お互いがね、来たりがお客さんからもそしてバンドからもって感じだと思いますけれども、そして OAU のツアーもあります。ハベターライブですね、9月28日土曜日、石垣島を皮切りに全国15公演、関東ではファイナルの12月5日木曜日、東京国際フォーラムホール C で開催されます。一瞬日程間違ってるのかと思ったんですよ。なぜかというと、うん、9月28日土曜日、中津川ソーラーのリスペクトステージ、トップバッター OAU なんです。はい、なんで中津川は頭に出て、はい、セントレアに走り、はい、石垣島へ。すごい、すごい、もうなんか台風来たら終わるっていう、うん、じゃあの長い記録を OAU とローエータスが持ってるんですけど、今回伸びませんね中津川ね、伸びないですね、はい、ぜひ皆さんツアーの方も行っていただきたいと思います。そして OAU ホールツアーなんですけれども、来年2月3日月曜日、うん、大阪を皮切りに全国6公演関東では2月12日水曜日、 LINE クラブ渋谷となっております、うん、詳しい情報は OAU のホームページをチェックしてください。ツイッターなどもありますということで、大好きな J さんとここでもお別れなんですけど、はい、あら、早っ早っ最後にメッセージをいただきたいと思うんですけど、じゃあね、うん、ニューアコースティックキャンプって、うん、要はラウドなバンドも全部アコースティック編成でやってもらうんですよ、うん、それがまあ出場してもらう条件というか、うんうんうん、でまあそう、結局ロックの人たちはじゃあそれを変えてもらえないと呼べないじゃないですか、うん、だからね、呼べないと思ってたら、うん、俺さ動画で見つけちゃって、うん、アコースティックチュンちゃんチュンちゃんこっち見て、今目私の方でアコースティックやってるのね、なんか何年前、あれ3年前4年前あ、そうよく調べてますね、うん、こっちが弾いてて、そう、ね、ちょっと斜めになって座ってアコベ弾いてたでしょ、そうあれはね、だからねすごい目、今のねだる目、ねだる目、この顔、ね、ってことはさ、来年お誘いしてもいいんじゃないかなって俺思ってるんだけど、ね、そうです、ぜひね、公共の電波の上で、ね、来年の9月のあたりちょっとちょこっとだけ一日お付き合いしてくれないかな、ね、ぜひ、おぜひって言いましたね、ね、うん、聞いてみたい、前向きに考えたい、ね、よかったですね、やった来年の第一弾決定今日めっちゃガッツポーズとしろさってるんだけど、いやでも本当アコースティックの聞いてみたいっていうのもあるし、やっぱそこで出る面白さをすごい、こう普段さ、こうわーって熱量高いものをすっとこう歌にとかアコースティックに落として自然の中で聞かせるっていうので、やっぱそこで新しいやっぱりそのアーティストの一面が見えるっていうのがすごいあるから、いやそれはもう見たいね、アコースティック J は見たいね、俺はアコースティック J 名前つけてる、アコースティック J、 でもここでお伺いですけど、 J さんからも敏郎さんにメッセージがあったら、もうそうですね、でも本当にね、こう OAU をやってそしてブラフマンもやって、うん、なんかその彼らのその表現っていうそのなんていうのかな、その全てがね、うん、こう行ったり来たりする、うん、なんかこうのが見えるんです僕は。だからぜひなんかこう聞いてもらって、ね、この OAU にどっぷり使ってほしいって思うんですよね、うん、はい、メッセージがもうあっちあっち OAU の、ね、作品のことでね、来年までのあと電車で乗れるようになってちゃんと本当だ、今言おうと思ったの電車一緒に行ってくれるかなってかわいい、かわいい切符の買い方から、初めてのお買い物みたいに、うん、あのじゃ あのスマホでついてって、うん、敏郎さんが一緒に乗っていくところ、そこで切符買うから、うん、それぜひ、ね、あのね、やっていただきたいですね、なんかの特集で買えないバンドマンの人集めていろいろ引率するって、千葉雄介とかも呼んであのみんなで行くっていうのも、うん、ね、
いいですね、うん、じゃあぜひぜひみんなで集まって電車乗っていただきたいと思います。またぜひぜひブラフマンでも応援でも遊びに来ていただきたいと思います、はい、ここでもう一曲聴いていただきましょう。とちおさん曲紹介お願いいたします。はい、ありがとうございます。皆さんもお気をつけてお帰りください。帰り道ということで今夜のゲストは OAU のとちおくんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今夜のゲスト OAU で帰り道聞いていただきました。ベイヘンモザイクナイトフライデー JJ エディションロックラインオレジェイト中村田ここをお送りしています。さてこの時間は皆さんからいただいた今月のテーマ、はい、恥ずかしい失敗のメールを紹介していきたいと思います。じゃあ J さんの方から紹介してください。はい、はい、来てますよ、うん、ラジオネーム独眼竜さんですすごい独眼竜さん、うん、はい、ジェイさん姉さんこんばんは。こんばんは。私の恥ずかしい失敗ですが、うん、エレベーターの開閉ボタン操作をミスって、うん、降りようとしている人をドアに挟んでしまった。わかる。ある。あるよ。ある、うん。人が次々にエレベーターから降りている中、うん、最後の一人が降りようとしているところで、そろそろドアが閉まりそうだったので開けるボタンを押さなきゃ。うんうん、と思って優しさですね。急いで押したボタンが閉まるボタンでした。時すでに遅し、豪快な音とともにその人はドアに挟まれてしまいました。やってしまったと申し訳なさと恥ずかしさでいっぱいでした。あの時挟んでしまった人ごめんなさいって書いてありますけど、じゃあ私からもごめんなさい。これはあるんじゃないですか。ありますね。あります。うん、あの乗ってくる方、走ってくる方が見えて逆にしまいそうだから開けようと、これは降りる方ですけど、乗ってくる方がいるから開こうと思ったら閉めて意地悪してるみたいな。でも完全にあのやられてますからね、やられてる方は。当たってる、ね、当たってる方はどう思ったんでしょう ね、 ねそのって思ったんでしょう ね、 ね、 ね。でもお互いこの間違いってどなたも優しさであったとはありますよね。あります。焦る分ね、感じだとまだいいんですけどね、矢印間違いがち。はい、わかる。そしてクマちゃんですね。数年前に友人の結婚パーティーに出た時のこと、はい、共通の友人も遅刻とのことで席も決まってないレストランで一人きり、うん、すでに知り合い同士で固まっている席に座りづらく、唯一空いているテーブルに座ったところ、ポツンと一人の私、なぜか皆さんからの視線が点々点々、居心地の悪さを感じつつ、そろそろ始まるなというタイミングでスタッフさんが近づいてきて言われたのが、そちらは新郎新婦の席ですので。すっごい、本当にまさかの主役の席に座ってしまっていたのです。彼氏を捉えた元カノ嫌がらせみたいな状況で、過去もちろんそんなことではありません。死ぬほど恥ずかしくて、その後のパーティー中地獄でした。新婦の友人は笑ってくれましたが、私は未だに思い出すと叫びたくなるぐらい恥ずかしい思い出です。すごいなこれ。すごい、本当すごいですね。だから席も決まってないから、ラフな立食風なところだから、そのがっちり2人って感じじゃない。でもとはいえですよね。とはいえ、とはいえ、とはいえ2人が座る主役があったと思うんですけどね。位置的に ね、 ね、みんな囲むとか、ね、なんかね、位置的になんかここ空いてるなって、ここはまずいなっていう、前と後ろとね。でもあの女性の神父さんの友達なんだけど、そのね、一番まずい方だったでしょ。笑えますけどね、みんな面白い。もう一つジェイさんからいきましょうか。はい、ラジオネーム、はい、UMA、はい、29歳、うん、はい、ジェイさん姉さんこんばんは。こんばんは。ラーメン屋さんに行った時の話なんですが、うん、ラーメン屋さんを出て、はい、隣のコンビニに寄って、うん、買い物をしたんですね、はい、終わったんですかねこれね、うん、はい、でお釣りをもらった時にありがとうございましたに対して、はい、ごちそうさまでした。何も食べてない言ってしまいました。店員さんにも友人にもものすごい笑われてしまい、今でも思い出すと恥ずかしい限りです。ああ、なるほどね。何も食べてないんだけどね、隣だから。こういうのありますか、そういう間違いっぽい。 いやでもあのさっきのエレベーターじゃないですけど、階間違えるってありますよね。あ、なるほどね。あ、ここじゃないみたいな。また戻ってここのスタジオも私やりますね。やりますか。やりますね。結構ありますよね。ここのもう一つ上行って明らかに違うところに視線感じてっていうのはありますけどね。で完全に釣られて、あのスタッフも降りてくっていう。でも違うっていう、 4,5 人行ったり来たりしてる感じ。
そうやります。信号もね変わってないのに一緒に動き出したりとかね、はい、みんないろいろあると思いますけど、面白い失敗いろいろありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまずはちょっと仮面ライダーの話は置いといて、はい、まずはいろんな情報からいきましょう、はい、ルナシーからお願いいたします。はい、現在ですね、ダブル A サイドニューシングル空の歌ハイヤー&ハイヤーリリース中でございます、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、はい、それからですね、今僕たちはねガンガンレコーディング中です、うん、ニューアルバムがですね、今年の12月に、はい、リリースされる予定です、うん、今のところね順調に、なんで今自分で疑問系クエスチョン入ったんですか。いや、ものすごい長くレコーディングをしているので、これは順調なのか何なのか分かんなくなってきてるんですけど、ただでもだんだんと出来上がってきております。ね、ユーツやストーンズの、ね、プロデューサー、スティーブ・リリー・ホワイトと、ね、一緒に、ね、今も作り上げていってますんでね、ぜひ12月すごいことになってるんで楽しみにしててください、はいはい、それからですね、その12月ですね、ルナティッククリスマス2019と題しまして、12月21日土曜日、そして22日の日曜日の2日間、埼玉スーパーアリーナでライブをやります、今年もねとんでもない年末のライブになりそうなんでね、楽しみにしててください。続いては J さんのソロのインフォメーションをお願いします、はい、最新アルバムね、ニューアルバム、リミットレスが絶賛発売中です、かっこいいアルバムになってるんでね、ぜひ聴いてみてください、うん、それから、2019年も、12月ですね30日、はい、大忘年会と題しまして、今年もイベントやります。恒例ですね。恒例ですね。去年もすごかったですから、今年の、12月30日もすごくなりそうですね。それから31日はですね、はい、あのファンクラブ限定で、カウントダウンライブをやります、今年もね最後の最後までロックしようと思ってます、はいはい、ぜひ皆さん遊びに来てください。これも誕生日と一緒で、また来年にもうすでに次にね、そうですね、向かっていくという瞬間なのかもしれませんが、はい、ここで盟友とのお話をちょっと聞かせていただ、はい、何を作られたんでしょうか。はい、9月1日から、はい、始まりました令和初ですね、令和になって初めての仮面ライダー、はい、仮面ライダーゼロワンっていうのが始まったんですけども、それの主題歌を、はい、西川くんと一緒に名優と一緒にやらせてもらっております、はい、リアライズという曲をですねやらせてもらっております、本当にねかっこいい曲になってるんでね、ぜひ聴いてもらいたいなと思ってるんですけども、はい、いっぱい感想も来てるんですけど、はい、ゆかさんはねレボレボとのコラボついに実現できましたね、ぜひライブとかでも共演してほしいです。それから砕けた魚さんというペンネームの方ですね、いよいよ仮面ライダーの主題歌が解禁となり、しかもそれが西の悪友ルイマリーのアイネットさんとのコラボとだけあり、非常に胸が熱くなりながら聞いております。西の悪友って言いましたねそういえばあのタニタってわかりますか、はかりのタニタという会社、はいはい、あそこってあの30万人ぐらいフォロワーを持ってるツイッターがあるんですけど、はい、なんとジェスレっていうことを中の方が告白されてて、ジェイさんのスレーブだって言ってて、であの東のルナシー西のルイマリじゃないかってこの仮面ライダーの日にツイートされてました。本当ですか。はい、めちゃめちゃ影響力、めちゃめちゃたくさんの方が見てて、ね、本当にね僕たちもね、1年間ね、はい、この主題歌流れるんで、はい、まあ、西川とも、ね、いつか一緒に何かやりたいなっていう話の中 で、うん、西川からこう、ね、一緒にやらないかみたいな話が、ね、はい、このあった時に、うん、やはりこう今までたくさんあった仮面ライダーの中でもそのライダー史に残るものをやっぱ俺たち作りたいよねみたいな思いをぎゅうぎゅうに込めて、かっこいい曲に仕上げているので、うん、ぜひチェックしてみてほしいなと思っております。はいはい、その他詳しくはですね J さんのホームページでそこをクリックするとざっとメッセージなども出てきますので読んでいただきたいと思います。それではその曲聴いていただきましょう。紹介してください。はい、令和初の仮面ライダーになります、仮面ライダーゼロワンの主題歌 J 高則西川でリアライズ。はい、聴いてもらいましたのは令和初仮面ライダー、仮面ライダーゼロワンの主題歌やらせてもらってます、 J 高則西川でリアライズでした。ベヘモザイクナイトフライデージェイデーションロックライオレジェイト中村貴子をお送りしてきました。そろそろ別れの時間です。今夜は敏郎さん来ていただきましたけど、いかがでしたか。ねえ、そのブラフマンと、はい、そう対局にあるそのアコースティックサウンドで、ね、すごいかっこいいアルバムです、 OAU ニューアルバム、ぜひ皆さん聴いてほしいですね、うん、ねえ、うん、そして来月のメールテーマなんですけれども、一日のお楽しみを教えてください、はい、家に帰っての晩酌、お昼ご飯などなど、あ、そういえばあの今日のゲスト敏郎さんが、はいはい、鬼弁
コアモテパンクロッカーの鬼弁ね、弁当奮闘機っていうの叩かれてて、すごいもうキャラ弁から本ものすごい酔っ払って作ったのから本もらっちゃいました ねぜひぜひ皆さんもチェックしていただきたいと思いますけど、はい、まあ、そういう本を読む楽しみ、ご飯を食べる楽しみ、いろいろあると思います。ぜひ皆さんの一日のお楽しみ教えてください。でさ、アドレスお願いいたします。はい、モザイクアットベイホーム .co.jp アルファベット小文字で MOZAIKU です。携帯サイトからもメッセージリクエストが送れますんで、ガンガンお待ちしております。たくさんのメッセージくださいね。ベイヘムモザイクナイトフライデー J ジェーションロックライン、次回は10月11日金曜日にお会いしましょう。お相手は J と中村孝子でした。バイバイ。